はい、皆さんこんにちは。あなたも出版チャンネルナビゲーターの永峰雅人と申します。よろしくお願いいたします。本日はですね、本日お話をしたいのは、世の中にはですね、アイデアマンというね、アイデアを出したりですね、企画を立てたりするのが得意な、人たちがいます。私もその例にも言えず、アイデア出しとかですね、そういう企画とかでね、企画を作ったりとか、そういう仕事はテンションが上がるんですけれども、ね、普段は喋んないけれども、ブレインストーミングの時だけ喋るとかですね、そういった鬱陶しい人種がこのアイデアマン、まあ、アイデアマンって言いますけどもね、女性も含めてですね、アイデアを出す、発想をするのが得意という人はいますけれども、そういう人がですね、まあ、出版に向いてるかといったら一概にそうとも言えない、まあ、もちろんですね、このアイデアを活かせればですね、もちろん出版は近いんですけれども、アイデアマンが忘れがちなことという話をいたしま す、ね。アイデアマンは基本的にですね、まあ、自分で面白いと思ったことをどんどん発想していくというタイプの人が多いんでしょうけども、以前お話しした、ね、これ著者、ね、著者、読者、類書というこのですね、出版の 3C 分析ですね。出版でいう 3C 分析、まあ、3C 分析ですね。これを出版に当てはめるとこうなりますという話で、まあ、そのアイデアマンが著者だったとするとですね、著者だったとすると読者とかね、読者のことを考えずに面白いからといって発想したりですね、あるいは競合のこの類書ですね、何が他に出てるのかということを密にですね、自分で面白いというふうに一人よがりで思っちゃうという傾向があると。でもアイデアマンの中にも、ね、ちゃんと読者のことを考えたりとかですね、ちゃんと、他にどういうものが出てるのかという、まあ、自分で発想しても既に他にもう、ね、あるアイデアなんじゃないかと、実現してるアイデアなんじゃないかと、そんなに新しくないんじゃないかということをちゃんと確認して、ちゃんと調べて、あ、そうなんだなということをできる人もいますけれども、やっぱりですね、そういうアイデア出して得意な人はですね、独りよがりになりがちということなんですね。独りよがりになりがちと。それは何でかというと、何でかと言いますとですね、この 5W1H、ちょっと、はい、見にくいかもしれませんが、5W1H ですね。はい。いつ、どこで、誰が、何を、どのようにして、なぜということですね。こういうものを考える、伝えるにあたっている、ね、重要な要素が、仮にこの6つあるとして、そのアイデアマンとか、クリエイターとか言われる人間が得意、圧倒的に得意なものとかですね、これです。ふわっと。何を作るのかということばかりに、ね、目が行きがちという弱点があるんですね、アイデアマンは。はい。何を作るのかという。で、ここばかりテンションが上がるんですね。ここのアイデアばっかりテンションが上がって、他の要素ですね。いつ、どこで、誰が、どのようにして、なぜという。まあ、なぜを考える、ね、アイデアマンは結構いますけれども、このふわっとに目が行きがちで、他の要素にがおろそかになりがちと、おろそかになりがちということなんですね。でもこの、いつ、どこで、誰が、どのようにしてとかですね、この要素こそがですね、マーケティングに重要な、つまり、ね、そのアイデアを売るという、ね、視点で見たときに重要なんですね。つまり、タイミングですね、こちら。タイミング、いつ出すのかと。どこで売るのかとか。どこで売るのか、書店とかでだけじゃなくて、いろんなところがありますよね。売る可能性があるところですね。いろんなところで本を売れる可能性がある、ところですね。例えば何でしょうね。学校で売るとかですね。例えば何だろうな。高速道路のサービスで得れるとかですね。いろんな、どこで売るのかとかですね。誰が、その、ね、本から書くのかとかいう、プロデューサー目線ですね。誰が書くのかという目線。どのようにしてそれを書くのかという、演出家目線ですね。演出家の目線。こういった、ね、こういったアイデアの方が、実は、物を売ったりするのに重要な要素なんですけれども、アイデアが得意な人間は、ここに、私も含めてですけども、ここに神経が行きがちで、ここの辺が よろそかになって、結局、アイデアは斬新なんだけれども、結局売れないねという話になってしまうと。だから、ですね、もし、
ご自身がですね、アイデア出すのが得意だというふうに、自負してらっしゃるならばですね、意識をして、こういった、いつ、タイミングの要素とかですね、誰が出すのかというプロデューサー目線ですね、あるいは演出家目線、あるいはどこで出すのかという場所ね、場所の切り口、こういった要素も考えてみたらいかがでしょうかということですね。で今日はですね、令和0年4月3日の水曜日、つまり、令和という元号が発表されて2日後であります。ですね、2日後。で昨日ですね、つまり令和という元号が発表された次の日にですね、こういう本が発表されまして、私は結構びっくりしたんですけども、つまり令和日本式という、このね、発表されたばかりの、元号を署名にした本、新刊が4月の20日に出るということが、ワニブックスから発表されて、私はおっと思ったんですね。だからこれは企画の切り口がどうとかいうよりも、この令和というですね、子供からお年寄りまでみんなが注目しているこの新元号、ここに注目をして、